ックのお家に一緒に持っていきましょう。はい。こんにちは。あら、こんにちは。こんにちは。セレーナおばさん、これどうぞ。ママが作ったアップルパイです。まあ、ありがとう。エイミーとエリックはメアリーさんの作ったアップルパイが大好きなの。まあ、嬉しいわ。そうだ、キティちゃん、ミミちゃん、今から一緒に食べましょう。嬉しい。ありがとうございます。エイミーとエリックのお友達も来ているのよ。キティちゃん、奥の部屋でみんなで遊んでいるから呼んできてくれる？その間に美味しい紅茶を入れておくわね。はい。エミ、エリック、アップルパイ持ってきたわよ。アップルパイ、わーい、食べる。わーい。ちょっと待って、ちゃんとおもちゃをお片付けしてから行かないと。あ、そっか。エリック、お片付けしましょう。よいしょっと。これはこっち。ねえねえ、どうしてお片付けしなくちゃいけないのかな。え、お友達のハリーロイドくんだよ。こんにちは、ハリー。どうしてお片付けするの？お片付けしないとママに怒られるでしょ。ハリーくん、遊んだ後はちゃんとお片付けしなくっちゃ。だからどうして？アップルパイを食べた後、またおもちゃで遊ぶでしょ。遊ぶけど。じゃあ、お片付けなんかしなくて大丈夫じゃないかな。それは…そう言われればそうかも。違うのよ。遊び終わったら一回ちゃんとお片付けしなくちゃいけないの。どうして？お片付けしないとね、すごく危ないことになっちゃうのよ。危ないこと？キティお姉ちゃん、どうして危ないことになっちゃうの？おもちゃをそのままにしてお部屋を出てったらどうなると思う？それは…なあ、僕たち床に置きっぱなしになってるけど大丈夫なのかな？ああ、心配だよな。あら、エリックたちお部屋にいると思ったんだけど。わあ、どうしたの？セリーヌおばさん、大丈夫ですか？ママ、ママ大丈夫？一体誰がこんなところにおもちゃを置きっぱなしにしたの？セリーヌおばさん、お怪我はありませんか？大変だ。どうしよう。おもちゃを片付けしなかったせいで、エイミーとエリックのママだけじゃなくて、キティのママまで怪我をしちゃうかもしれないのよ。そんなの嫌。怪我なんかしてほしくない。ハリーは？僕も怪我しちゃうなんて嫌だ。じゃあどうすればいいと思う？それは置きっぱなしにしてたから。あ、遊び終わったらちゃんとお片付けすればいいんだ。そうね。さあ、みんなでお片付けしましょう。うん、お片付けする。これはこっちだ。おっとっと。はい、できた。お部屋をきれいに片付けたら、誰もおもちゃを踏んで怪我をしなくて済むわね。うん、これなら大丈夫。お部屋をきれいにしたら、なんだか気持ちいい。僕も。うん。みんな、紅茶が入ったわよ。用意できたみたいね。エミ、エリック、ハリー、みんな行きましょう。はい。わあ、おいしそう。さあ、召し上がれ。いただきます。おいしい。うん、おいしい。さすがメアリーさん、お上手ね。セリーヌさんこそ、紅茶とってもおいしいわ。ハリーもおいしい？うん、もう一個食べる。あら、もう食べ終わったの？ハリーくん、早い。